2024共助カップ第1戦開幕戦の決勝スタートになります。皆様シグナルにご注目。後方グリーンフラッグ、さあライトがついてきます。2つ目3つ目4つ目全部点灯。今スタート、さあスタートダッシュはどうだ。さあ小長美希、斉藤歩美、さあどっちでしょうか。斉藤歩美のスタートがいいか。さあ小長が伸びてきますね。さあ小長がイン側から伸びていく。さあ TGR コーナーのブレーキングアウト側、アウト側から斉藤歩美、でも右側に小長が来た。さあ田中は今Thank you.
可能性があります。559マックスフォードレーシング織田麻也開幕戦はピットイン、これは残念です。佐々木ラミ、金本キレイ、岩岡マリエと見たような。さあ、そしてバートン花が長い歩みをついて上に上がります。さあ、バートン花が長い歩みをついて長い歩みが前の坂野、そして際谷にオフィスについてきている。さあ、角はどうでいくか、長い歩み、角は右側から行けるのか、さあ、こういかれて、かなり小回りの長い歩み、さあ、ダンスのアドバンコーナーのブレーキング、
ありません。かなりの整列通の高野彩香、プレッシャーに強すぎますよね、高野彩香先生。さあ、三大がバトル、ダンロップコーナーのブレイクに向けていきます。さあ、ダンロップのブレーキングで、さあ、アウト側に高野、そして長井はどうする、アウターのブレーキングから高野が行った、さあ、今あたりはインナーでゴールライン、さあ、クロスラインから、これは13コーナーありえるかもしれませんよ。さあ、高野彩香、立ち上がり、ダンロップの立ち上がりは、でもちょっと離れる、長井がつく、さあ、長井が高野彩香の真後ろにぴったりつけました。さあ、これはスリップストリーム、まだ出たくないですね、あ、もう出ちゃいますね、ただね、しょうがないですね。さあ、長井に横に。ここからはもうプッシュ、大長引き、1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位、8位、9位、10位、11位、12位、13位、14位、15位、16位、17位、18位、19位、20位、21位、22位、23位、24位、25位、26位、27位、28位、29位、30位、31位、32位、31位、32位、33位、34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 位、32
さあ最終パナソニック大友チームを小長道先頭に立ち上がってきます。この距離はちょっときつそう。いやこれはすごい、小長道最後の最後たった一発で決めました。2024強女カップ第一戦開幕戦、嬉しい嬉しい優勝、カーナンバー114カービューティープロアレンズビーター小長道。